アニーベサント、アニーウッドベサント、アンニエウッドベセント、ベザントとも表記されるが、発音は、BSNT、1847年10月1日ロンドン、クラパムから1933年9月20日インド、アディアールは、イギリスの新知学と、女性の権利、積極行動主義者、作家、演説家、アイルランド及び、インドの自治支援者、新知学協会、 第二代会長、英国フリーメイソンの国際組織創設者、インド国民会議派、議長、1917年。ロンドンのアイルランド系の中流階級の家に生まれた。自分がアイルランド人であることは常に兄の誇りであり、大人になってからアイルランド自治運動を支援する動機となった。5歳で父親が亡くなった時、一家はほとんど門なしの状態だった。 母親は、ハーロー校の生徒たち向けの下宿を経営して、家族を養ったが、アニーまで養うことができず、友人のエレン・マリアットに、アニーの面倒を見てくれるように頼んだ。マリアットは承諾し、アニーに優れた教育を受けさせた。アニーはそこで社会への義務、並びに自立した女性がなすべきことの強い意識を学んだ。また、ヨーロッパ中を旅して回り、 そこでアニーは修正失うことがなかったカトリック的心構えとサ方ーにつけた。1867年19歳の時、アニーはビクトリア朝を代表する文学者、サー・ウォルター・ベ・サントの弟で、イングランド国教会福音主義派の聖職者、フランク・ベ・サント、当時26歳と結婚した。まもなく、フランクがリンカンシャーの教区主観者代理になり、夫婦は、 シブジーに移り住み、二人の子ディグビーとメーベルを設けた。しかしこの結婚は幸せではなかった。最初のいさかいは金とアニーの自立から起こった。アニーは児童向けの短編小説と論文を書いたが、既婚女性は法的に財産を所有する権利を持たなかったので、アニーの収入はすべてフランクのものとなったのである。さらに、政権の違いも夫婦の溝を深めた。 アニーは農園労働者の待遇改善のための支援を始めたが、フランクは通りー動ーで地主と農業経営者の味方だった。アニーが生産に参加するのを拒否した時、ついに二人は破局し、アニーは娘を連れて夫の元を去り、ロンドンに戻った。アニーは自分の信仰に疑問を持ち始め、指導的な聖職者にアドバイスを求めた。 その中には、イングランド国教会カトリック派の指導者、エドワード・ボーバリエ・ピュゼーもいて、ピュゼーは率直にアニーにたくさんの本を読むように勧めた。アニーは復縁を考え、フランクのところに戻ったが、やはり無理と分かった。フランクにとって離婚は到底受け入れられないもので、結局、アニーは生涯ベサント夫人のままだった。アニーはメーベルを引き取り、 フランクからわずかながら養育費も受け取った。しかし、二人の子供の単独親権はフランクにあった。アニーは、しばらくの間、ロンドン大学のバークベックカレッジでパートタイムスタディを受講した。そこで、アニーの宗教的、政治的活動が学校側の警戒を招いた。学校理事たちは、アニーの試験結果を無効にしようとした。アニーは、 自分が正しいと思うことのために戦った。思想の自由、女性の権利、政教分離原則、アニーは、チャールズ・ブラッドローと共に、英国世俗教会の指導的メンバーだった、否認、フェビアン教会、労働基本権などである。夫からの解放と新主張に接したことで、アニーは自分が長い間持ち続けていた、宗教的信条のみならず、慣習的な考えにも、 疑問を持ち始めた。アニーは教会及び教会が人々の生活をコントロールするやり方を攻撃する文章を書き出した。特に攻撃の的としたのは国家信条としてのイングランド国教会だった。間もなくアニーは英国世俗教会の機関誌ナショナルリフォーマーにコラムを書きわずかながらも宗教を得るようになった。この教会はキリスト教を 特別しない、政教分離国家を目指して設立されたものである。英国世俗協会はアニーが演説家として行動することを認めた。講演はビクトリア朝時代とても人気がある催しだった。アニーは才能のある演説家ですぐに多くの講演依頼が舞い込むようになった。アニーは国中を回り、当時のあらゆる重要問題について進歩、改良、 自由を求める講演を行った。アニーは長年にわたって英国世俗協会のリーダー、チャールズ・ブラッドロー、という人だった。ただし、親友ではあったが、恋愛関係はなかったようである。元船乗りのブラッドローは長年妻と別居していた。アニーは、ブラッドローとその娘と一緒に暮らし、共同で多くの問題に取り組んだ。ブラッドローは無心論者かつ、共和主義者で、 ノーサンプトンからの議員選出を目指していた。1877年、アメリカの非人運動家、チャールズ・ノールトンの著書を出版したことで、アニーとブラッドローはさらに有名になった。その本は労働者階級家庭は何人の子供たちが欲しいかを決められるようになるまでは幸福になれないと訴え、家族の数を制限する方法を提案した本だった。 協会の猛反発をくらったが、アニーとブラッドローは、帰還し、ナショナルリフォーマーにこう書いた。我々は、道徳的正当性を主張できないと思う本を一冊たりとも、出版するつもりはない。我々が出版した本は全て弁護できうる。しかし、この本のために、アニーとブラッドローは逮捕された。裁判では、主張については保留のまま、有罪の判決を受けた。しかし、 自由党経新聞が二人を支持し、法廷同様に紙面でも賛否両論の意見が入り乱れた。これにより、二人の刑務所域は見送られ、最終的に訴訟は取り下げられた。だが、このスキャンダルでアニーは娘たちを失うことになった。フランクがアニーには子供を育てるには、不適格と法廷を解き伏せたのである。一方、ブラッドローはこのスキャンダルをものともせず、 1881年国会議員に当選した。しかし、無神論者のため、忠誠の誓いを拒否した。多くのキリスト教徒はそのことにショックを受けたが、自由党のウィリアム・グラットストンなどは、ブラッドローの信仰の自由を擁護した。一連の問題が収まるまでに6年以上の歳月がかかった。アニーはアイルランド自治運動と密接なつながりを持ち、 新聞のコラムでそれを支援した。その時期は、アイルランド民族主義者が、自由党並びに急進派と同盟を結んだ重要な時期だった。アニーは運動の指導者たちと会い、土地戦争、地主との直接闘争を通じて、アイルランド人農民の結集を求めたマイケル・ダビットとも、知域を得た。アニーはそれから10年間ほど、何度となく、ダビットとその、土地同盟を支持する文を書き、 講演した。一方で、ブラッドローの議員活動とは距離を置いた。当時は、議会政治において、女性の出る幕がなかったのである。アニーは演説家、作家、オルガナイザーとして、真の利益をもたらすことができる政治的な表現手段を模索した。アニーにとって、政権、友情、恋愛は常に密接に絡み合っていた。社会主義へのアニーの支持は、ロンドンに住む若き、 アイルランド人作家でフェビアン教会に属していたジョージ・バーナードヨーとの出会いを生んだ。アニーはショーの作品に感銘を受け、1880年代初期に二人は密接な関係になった。アニーはショーに同性を持ちかけるが、ショーは拒否。しかし、ショーはアニーがフェビアン教会に入る時の保証人になってくれた。フェビアン教会は、この時期、資本主義体系に変わる。 政治的集団というよりは、むしろ精神的なものを探求するグループだった。アニーは、フェビアン教会のために文章を書き始めた。そのことと、ショーとの関係が、個人主義者であらゆる種類の社会主義に、反対の立場を取るブラッドローとアニーとの間に、亀裂を生じさせた。ブラッドローはどんな犠牲を払っても自由を擁護する。一方で、 労働者階級投資を鼓舞することにはかなり慎重だった。失業は当時の重要な問題で、1887年、ロンドンの失業者たちの何人かがトランファルガー広場で抗議運動を行った。11月13日の会合で、アニーは演説をすることになった。だが警察はそれを阻止しようとして、争いが起こり、軍隊が召集された。死者一人を含む、 多数の負傷者が出て、大勢が逮捕された。アニーは自分も逮捕するように求めたが、警察はそれを拒否した。この事件は後に、地の日曜日事件と呼ばれ、アニーは世間から非難と賞賛の両方を浴びた。アニーは投獄された労働者を法的に助けるための組織作りと逮捕者の家族の支援に没頭した。ブラッドローは集会の前に自分に何の相談もなかったことで、 アニーと絶好した。社会主義者たちは、労働組合を、労働者の組織化、闘争のためのものと考えた。その時まで、労働組合は熟練労働者のためのものだったが、以後は、非熟練労働者や、婦人の待遇、賃金改善も求めるうになった。この時期のアニーの特筆すべき勝利は、1888年の、ロンドンのマッチ工場で働く少女たちのストライキ、だろう。 ロンドンの某にあったブライアント名社のマッチ工場労働者の他は少女たちでかなりの低賃金で働かされ、マッチ製造の過程でリンによって骨返しする臨ク、などの職業病にかかるものが多かった。数人のマッチ工場の労働者たちは労働組合設立にあたって若い社会主義者で当時兄と恋愛関係にあったニューユニオンザム。 ハーバート・バローズとアニーに協力を求めた。アニーは女性労働者たちと会い、委員会を設立し、賃上げと待遇の改善を求めるストライキを指導した。このストライキは一般の指示も得た。街頭では声援を受け、著名な聖職者も署名に参加した。一週間ちょっとで会社側は要求を飲まざるを得なくなった。それからアニーは正式な組合と、 社交施設の設立に助力した。伝統がまだ広く使われていなかったその当時、ろうそく、オイルランプ、ガスランプなどに使われる、マッチ産業は強力な圧力団体だった。1872年には、マッチ産業のロビーストがイギリス政府に圧力を受け、税政策を変更させていた。アニーのキャンペーンは、そのマッチ産業に対する初の勝利であり、 イギリス社会主義黎明期の金字党とも言えるものだった。1884年、アニーはしばらく自分の家に住ませていた若い社会主義教師エドワード・エイブリングとの信仰を深めた。エイブリングはマルクスの著作を最初に英訳した学者肌の人物だった。アニーはエイブリングに恋をしたが、エイブリングがどうだったかはわからない。しかし、エイブリングが アニーの考えに強い影響を与えたことは確かで、アニーもエイブリングの仕事を手伝った。しかし、エイブリングは、アニーと別れ、マルクスの娘、エリナ・マルクスと同棲した。そのことで、アニーとエリナの間には死ぬまで、感情的しこりが残った。前日した、アニーの、マルクス主義のライバルだった、フェビアン教会入会は、それが原因なのかもしれない。エイブリングとエリナは、 マルクス主義の社会民主連盟に参加するが、その指導者、ヘンリー・ファインドマンを信頼できず、すぐにそこを脱退し、ウィリアム・モリスらの小規模のマルクス主義分派、社会主義同盟に参加した。そのモリスが、アニーのマルクス主義転向に大きな役割を果たしたようである。1888年、アニーは社会主義同盟ではなく、社会民主連盟に加入し、 数年間、そのメンバーであり続け、やがて最高の演説家となった。しかし、アニーは、フェビアン協会を脱退したわけではなく、依然としてその会員だった。アニーも他の人たちも二つの運動が、相入れないものとは考えていなかったのである。マルクス主義運動に参加して間もなく、アニーは、ロンドン学務委員会に立候補した。アニーは髪に赤いリボンをつけ、 集会で演説した。アニーがマニフェストで訴えたのは飢えた子供たちをなくそうだった。アニーの社会主義がフェミニスト寄りであることは明らかだった。有権者には私への投票を、有権者でない人には仕事をお願いします。なぜなら、この委員会には女性が求められていて、女性候補者はあまりに少ないのですから、とアニーは訴えた。アニーは 予想を上回る1万5000秒を獲得し、タワーハムレッツクでトップ当選し、小学校における定期健康診断と無償の学校給食を導入した。アニーはナショナルリフォーマーが身にこう書いた。10年前、無慈悲な法の下、キリスト教の偏見は私から子供たちを奪い取りました。今、76万3680人のロンドンの子供たちの世話の一部は、 私の手にあります。アニーは、ダカーズ、ダナー、公安労働者のロックペンス銀貨闘争にも関与した。公安労働者は低賃金で危険な仕事をさせられ、しかも、臨時の日雇いだった。ベンティレットが、公安労働者の組合を立ち上げ、アニーは、組合の規則づくりを手伝い、集会と組織化の宣伝では重要な役割を果たした。ュレットは、労働者を率いて、 賃上げ闘争2.5%アップの1時間6ペンスを行い、アニーは公安労働者のための街頭演説を行った。マッチ工場ストライキの時同様に闘争は多くの人々の支持を得た。イングランドのカトリック教会のチョー・ヘンリー・エドワード・マニング数奇教も公安労働者の側についた。ストライキの後、ダカーズ・タナー闘争は勝利を収めた。 そしてこの時結成された労働組合が現在の労働党の母体の一つである独立労働党へと発展していった。アニーは多作家で力強い演説家だった。1889年、アニーはペルメルガゼット氏からブラバツキー夫人のシークレットドクトリンの書評を依頼された。読後、アニーは著者のブラバツキー夫人へのインタビューを思いつき、 パリまで会いに行った。それがきっかけでアニーは新知学に改修した。アニーの知的探求の旅は常に精神的な方向に向いていたのである。1890年、ヘビアン協会の会員資格が消滅し、マルクス主義とのつながりも経った。1891年にブラバツキー夫人が亡くなった時には、アニーは新知学協会の指導的人物の一人となっていた。 1893年には初めてインドを訪問した。創立メンバーのウィリアム・クアン・ジャジが教会から分離し、アニーはもう一人の創立メンバーである、ヘンリー・スティール・オルコットと共に教会の残りのメンバーを率いて、インドのチェン内に本部を置いた、アディアル・ル・ン知学教会である。その後、アニーはその教会の新たな方向性を示し、また、インドの独立。 発展のために身を削った。チェン内の教会の近くにある区域は、アニーベサンとの名前にちなんだものである。1894年、アニーは、チャールズ・ウェーブ・スター・レッド・ビー,イーターと出会い、以後、数冊の本を共同執筆した。1907年、新地学協会の会長オルコットが亡くなり、アニーが新地学協会の第二大会長に選ばれた。アニは、 ワーラーナシーに、ザ・ユニバーシティ・オブ・インドという名の大学を作ることを計画し、1907年、大学設立許可のための提管を提出した。1911年4月、やはりヒンドゥー大学設立の構想を持っていた、マダン・モハン・マラビアとあって、お互いの計画を一つにすることに決め、そして1916年に設立されたのが、バナーラスヒンドゥー大学である。 1916年2月5日から8日にかけての公開講座では、ジャガディッシュ、チャンドラ・ボース、チャンドラ・セカール・ラマンらと共に、兄も教団にいた。ちょうど南アフリカから帰国したところのマハトマ・ガンディも2月6日の低組織に参加し、インドで初の演説を行った。1909年、ジッド・クリシュナムルティを養子とする。クリシュナムルティを救世主とする運動が開始。 1911年にクリシュナムルティを団長とする東方の保守教団を結成。1929年、ジッド・クリシュナムルティは、真理は、集団で追求するものではないとの考えに基づき、ベザントが彼のために設立した東方の保守教団を解散する宣言を行い、新地学協会から脱会した。新地学協会の活動と並行して、 アニーは政治的な闘争に参加し続けた。具体的にアニーはインド国民会議に参加した。レッドビーターはオーストラリアのシドニーに去った。1914年にヨーロッパで第一次世界大戦が勃発し、イギリスはドイツ戦に向けて帝国各国に支援を求めた。アニーはイングランドの気球の時こそインドのチャンスと言ったが、これは アイルランド民族主義のスローガンをはっきりと反映している。ニューインドという新聞の弊社として、アニーはインドのイギリス政府を攻撃し、自治への移行を呼びかけたが、インドのためになることなら何でも良いとの心情のもと、農業改革、治安対策などでは政府支持を表明していた。1916年、アニーはムハンマド・アリー・ジンナー、バール・ガンガー・ダル・ティラクラと、 全インド自治同盟を発足した。1917年、アニーは避暑地で逮捕、拘束されるが、庭で赤と緑の同盟機を振ることで抵抗を示した。インド国民会議と全インドムスリム連盟は共に、アニーの釈放を求め、9月に釈放された。12月、アニーは、インド国民会議の議長に選ばれた。だが、その後、国民会議内部の党派闘争が起こり、 また、パンジャブ暴動の際、ベザントは治安部隊投入の指示を表明したが、その直後にアムリットサルの虐殺が発生したため、イメージの悪化は免れず人気は急落した。以後、インド政界のリーダーシップはガンディとその一派に移っていったが、それでもベザントは反ガンディ派のリーダー格として祀られ、教育界の重鎮としても尊敬を受け続けた。ベザントは ガンディと性格的に相い入れず、また、ガンディの大衆動員の運動を危険視していたため、仲は良くなかった。しかし互いに尊敬し合っており、マハトマというガンディのよく知られた損傷は、最初にベザントが言い出したとも言われている。またガンディは、青年時代からベザントの宗教に関する考え方に興味を持っていたが、インドの眠りを覚ました人として教育界でのベザントの 功績を絶賛しており、南アフリカ時代には事務所にベサントの写真を飾っていた。また、機会があるたびにベサントの元を訪問して助言を交うている。1927年、アニーはカリフォルニア州オーハイに2.0平方キロメートルの土地を購入し、オルダス・ハクスリー、ジップ・クリシュナ・ムルティラと学校建設を夢見た。1933年、 アニーは亡くなったが、学校は、ハッピーバレースクールとして1946年に開校した。2006年、学校は、アニーベサントを記念して、ベサントヒルスクールに改名した。インターネット検索エンジンの Google は、アニーベサントがインド独立に貢献したことを称え、2015年10月1日に、インド圏でトップページのロゴ画像を彼女のイラストにした。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。